はい、こんにちは、ともです。と、それでは、シーンパート3、やっていきたいと思います。前回、花彦くんに多分やられたんでしょうね。警備員のおじさんが、顔が半分植物みたいになって逃げていきましたが、果たして、自分たちも生き残ることができるのでしょうか。それでは、シーン、ゲーム実況をやっていきたいと思います。開ファイルに新しい情報を追加した。植物化した警備員。間違えた。セーブをしてる。どれだっけ？これか。どれだっけ？あれ？花彦君。ああ、これか。植物化した警備員。姫の主は拷問であったあの警備員だった。あろうことか職員室から飛び出してきた彼には無数の植物が生え、その苦痛からか我をなくしていた。彼にやられたのか。ならばやはり花彦君が。だとすれば職員室の中には。だが進まねば。ああ、そんな感じですかね。あ、黒いウサギね。これも何だったんでしょうね。敵か味方か。うん。はいはいはい。そこの赤き者、何々にて何々清めよ。これもね、どうなったのか。はい。進めます。これはさっき警備員さんが、そうだよね、いた中。ふぅ。背中に隠れるようにしていた萌えが、安堵のため息をついた。ガラーンって感じだね。とにかく調べてみよう。あれ？向こうにもドアがある。別の部屋に繋がってるみたいだね。ってことはやっぱり。うん？はい。窓側の壁には焦げた跡がついている。だいぶ前に火災があったようだ。とりあえず中へ。狭いね。物置かな。みたいだな。役に立つものがあればいいが。木製の整理だな。開かない。なんだ？なんか今見えた？ なんか笑い声も聞こえたし。めぼしいものはなかった。収納スペースではあるな。ああ、これもなんか道具がいるのかな。どうやら教育日誌のようだ。紙の劣化と虫に加えて読める状態ない。特にない。あとないか。あ。ダンボール。口紅、赤のボールペン、女子の上履きを手に入れた。さすがおじさん、背高いもんね。なんかあれがいるのかな。これを、今の道具なんか。書いておらず使用できる。赤のボールペンを使えば取っ手を引き起こせるかもしれない。おお、そう思ってその場にしゃがみ込むと、印が二人手首に食い込んだ。まるで床下について調査するのを拒むかのように。なんかあるね。平静を装って立ち上がる。気になるのは確かだが、ここには何か危険なものがありそうだ。え、どうしたの？そこを調べるんじゃないの？ちょっと後にしようと思ってね。適当にごまかして膝を払う。先に部屋の中を調べよう。いろいろと興味深いものがありそうだ。足の下に何かがあるのは間違いない。だが見に行くにはそれなりの覚悟が必要だ。あれ、じゃあこれ後かい？あとなんかあった部屋。
これはあれだよね。飲めないだよね。一回出る。ってことかな。あ、焦げ跡がついた柱を調査していると、柱の上部から何かが落ちてきた。ボロボロのお札を見つけた。ボロボロのお札を手に取ると、温かな何かが流れ込んできた。おお、霊魂を入手した。ボロボロのお札を見つけると霊魂を入手できます。霊魂がお札を出ているじゃん。ああ、なるほど。考えれる時間が多くなるということだね。あ、トロフィー霊魂。あと、ここは入れるのか。ここは入ったね、さっき。そうだね。入ったね。この道具なんかある？ペットボトル、ペーパーナイフ。口紅、赤のボールペン。おお、お札メッケ。はい、レコーン。はい。あれ、ちょっと待って。なんかさっき、後ろ戻って、なんか物理、職員室の、ここで、なんか開かなかった戸あったよね。これか。どうしても木製の製品なんだ。これをな、片付くだけで何かが引っかかっている。なんか使えない？ボールペン、ペーパーナイフ。あれ、方法思いつかない。ダメか。あー、ダメか。なんだろうな、なんか引っかかって取れるものがあるか。じゃあ他かな、やっぱり。戻りますか。なんかもう一回部屋探してみまそうかね。ここ入った。ここ、開かない。で、ここは、ここも開かないのか。こっちは2部屋しかないのか。ここも見たもんね、最初に。やっぱじゃああそこでなんかやるってことかな。やっぱさっきのところでしょうね、きっと。何かが。やっぱこの棚が怪しいんだよな。相当な年代物のようだ。戸棚の角は丸く削れている。あ、丸く削れている？角は丸く削れている。これでペーパーナイフじゃね？違うか。ボールペンは？あー、ダメだ。あ、だからちょっと変わった。よく見ると、引き戸にはネジ穴に差し込むだけの豪華単純な鍵がついていた形跡がある。鍵そのものは紛失らしく、どこにも見当たらないが、なんだこれは。ネジ穴に何かが詰め込まれていた。木質のそれが鍵の代わりをしているようだ。戸棚を開けるためにはこれを何とかしないといけないな。あ、じゃあやっぱりこれで、ペーパーナイフ。
おお、まあ、こじゃ入れれば、そうだそうだ、ネジ穴に詰まったものを探しじゃない、押し出せるかもしれない。そう思ってあてがってみたが、あれ、あ、ナイフで大きすぎるから、じゃあボールペン。芯を使えばネジ穴に詰まったものを押し出せるかもしれない。器用なことするね。そんなに意外だろうか。ともかく作業に集中すると。おっ、不意に手応えが消え、芯が向こう側へ突き抜け、扉へ手をかけると、それは何の抵抗もなく横へと滑った。中に赤い筒が転がっていた。発煙筒。はい、発煙筒って何に使うの？非常時の信号灯だ。そのために車には必ず。へえ、なるほどね。けど、萌は床から何かを拾い上げた。小指ほどの長さもあるトゲ。さっきのネジ穴に詰まっていたものの正体だ。偶然ってわけないよね。きっと取られたくなかったんだよ。だから穴にトゲを。これが怖いのかな。再び視線は発煙筒に集まった。なんだ？何？なんでライト消したの？違う。消してない。消えたんだ。早口にそう吐き出す。何の音？ねえ、おじさん、今何の音？うるさい、黙れ。叫びたいのをこらえ、懐中電灯を何度も何度も叩く。なんかやばいね。おい、頼むぞ、こんなところで。まだ電池はあるだろう。まるで心臓マッサージだ。その時、小さな、ああ、ウサギの声じゃね、鳴き声が聞こえた。着いた。と同時に背後の扉が大きくたわんだ。印が焼き付くように痛む。やばいんじゃないこれ。死はもう隣の部屋まで来ている。時間はなく、逃げ出すことも不可能。落ち着け。とにかく最短の時間で危機を乗り切る術を見出すんだ。乗り切る術を最短で。これ中じゃない？中。今使うか。ああ、で、クソダメだ。早く。あ、これじゃない、これ。金額をこれで取ってるけど、そう。さっきなんかやってたよね。金具に触れた途端、また印が焼き付いた。ほんの一瞬、躊躇のために手が止まる。だが、やるしかない。うまくいった。取っ手をつかみ、一気に床を引き上げる。思った通り、床下への入り口がぽっかりとその黒い口を開けた。入れ！夢中で萌えを床下に押し込む。続けて自分の半身を闇の中へと滑り込ませた。うわ、何？ブチューって音したけど。思ってもいなかった距離を落下し、背中を何かに強打した。歯を食いしばり、何とか叫びをこらえる。なんかね、うっすらとすごいものが見えてるんですけど、頭の上を何かがうごめいている。あと数秒、あそこにいたら。痛む手首を力いっぱい握りしめる。当分この痛みに耐えなくてはならない。なんかね、なんか骨とかが見えるんですよね。不安げな息遣いが聞こえる。萌はそばにいるようだ。その影は片目に見てもわかるほど震えていた。片目か。入り口が破られるかと、とっさに身構えたが、何かを引きずるような音はやがて遠ざかっていった。もう大丈夫かな。ああ、いなくなったと思う。いつの間にか手首のうずきが消えていた。いやいや、それよりもここよかった。今度はもうダメかもって。それよりここは一体何の部屋だ。学校の下にこんな地下室があるとは。ライトをつく？ああ。音がしないよう慎重に電灯のスイッチを押し込む。ほらー、なんかすごいっす。丸い光が炙り出した光景に背筋が凍りつく。
思わず叫びかけ、萌えはとっさに自分で自分の口を塞いだ。数秒の間だったろうが、自分たちは言葉を失ってただ見つめていた。揺るがしようのない結末が、それも最悪のものが今目の前に転がっている。誰だってショックを受けるだろう、まして子供は。なんだろうね、バラがいっぱい死体に絡みついてるね。深く息を吸い、改めて死体を観察した。死体の周囲に絡み合う何かがある。それは植物のツタのように見えた。バラか。異様に鋭利なトゲ、そしてまばらに開いた赤い花弁、遺体、そして床を飾っているのは本物の生きたバラのようだった。その時、不意に視界が霞み、おっ、なんだーい、わー、ちょっとエロいっす。バラに囚われた女性の死体が目の前に現れた。これなんだろう、昔のあれ映像な、なんだこれは。なんかトゲ痛そうだな。この部屋でかつて起きた惨劇、その光景がまるで地下に頭の中に流れ込んできたかのような。バラ、なんでそんなものが。誰かが植えたってこと。萌えの声に現実へと引き戻される。ああ、白昼夢を見ていたなどとは言えない。必死に何の話をしていたのか思い出す。そうだ、確かバラのツタを見て。当然そうだろうな、勝手に入るわけがないから。しかしそれにどんな意味があるのだ。誰かが何らかの意図を持って死体を装飾したのだろうか、あるいはそもそもあの光景のようにバラに囚われて。ひっ、モイが小さな悲鳴を上げた。どうした。なんか動いた、ほら、あそこ奥の方。まさかここには何かが潜んでいるのか。奥の方ん、特にないっすよ。干からびた死体がある。死体は嫌な形に身をくねらせ、今この瞬間も苦しんでいるように見えた。奥の方、ベッド探る。マットレスから地合いとクローズだ。うわー、気持ち悪い。お世話にじみ出た。下水のようなひどい匂いがする。もうかなり古いんだろうな。マットレスをずらしてみると、下にはビニールシートが敷いてあった。ビニールシートを手に入れた。おお。かなりの性能シートなら防水のために敷いたのだろうか。シートの表面は真っ黒に変色している。最初は壁でも生えているのだと思った。しかし、広げてみると、パリパリと音を立てて、赤黒い汚れが舞い散った。ん？これは、血だ。血まみれのシートを手にしたまま呆然とつぶやく。それに答えるように耳元で何かがささやいた。そのものの血は、あ、さっきのやつかな。そのものを拒む。素直に声を受け入れている自分がいた。明らかに幻と思える声だが、不思議と穏やかな気持ちになる。半ば放心したまま、構えたままのライトをベッド下へと向けると、ほら、また、なんかいるって。再び萌えが控えめだが鋭い声で警告を発した。すると、おい、誰かいんの。おいおい、勘弁しろよ。化け物じゃない。俺はれっきとした人間だ。なんで人いんだよ、ここに。ベッドの下から何かがのそりと現れた。コートを羽織った男だ。人？こんなところで何してたの？青年はうんざりした様子で答えた。同じだよ。化け物に出会って、ここに逃げ込んだんだ。そこに貴様らが来て。男は背後に向けて顎をしゃくった。とりあえず
あそこに隠れていた。一応は納得できる答えだが、そもそもなぜ学校に来たのか、男の答えには根本的な疑問がある。男は斜め下からこちらの顔を覗き込み、わずかに鼻で笑った。こちらの木々などとっくにお見通しらしい。納得してないって顔だが、まあ当然だな。こっちにも話してないことがある。話してやっていいが。男は足元を見回した。その前にここから出るぞ。現状で話すことはない。同感。萌も同じ意見のようだ。一度帰るか。帰るところがあるのか。そいつはいい知らせだ。ならさっさと行くぞ。男は一度はしごへ手をかけ、そこで気がついたように向き直った。自分は増田悟、元刑事だ。遅れるなよ。増田と名乗った男は地下室から姿を消した。増田に続いて1階へと戻ってきたが、肝心の増田の姿が見当たらない。おい、これを見ろ。廊下の方から増田の叫ぶ声がした。貴様らが来た時もこんなだったか。答える萌の声は心なしか震えているようだった。ううん、違う。さっきまでは全然違った。あー、バラに囲まれちゃってるね。壁が、廊下も、何かが廊下を張っている。それはバラのツタだった。だよな、俺が来た時もこうじゃなかった。お、やばいんだね。印がさらにその色を鮮やかにした。死の刻限まであと数時間。あ、とりあえず一旦帰るのね、やっぱり。だからね、結構あのミラー越しのあの主人公の顔が結構不気味ですよ。特に敵意はなくても自然と相手を身構えさせる人間というものはいるものだ。この増田という男はまさにそういう人間のようだ。ほう、なかなかいいもんを持ってるじゃないか。車に乗り込んだ途端、無言でバッグをひったくり、こちらの所持品検査を始めるしますな。嫌なやつだな、これ。ちょっと観察するつもりなどなかったのに、自然彼の言動を確認せざるを得ない。真っ先に首を突っ込んできそうなのは萌えなのだが、疲れてしまったのか黙ったままだ。萌え、大丈夫か。え、ああ、うん、ぼーっとしてただけ。大丈夫。大丈夫には見えないが。それより今はもう一人の同乗者の方だ。ならあそこにいたのは事件の捜査なのか。もう警官じゃない、あくまで個人的な捜査だ。確かめたいことがあったんでな。個人的な調査といえば格好はつくが、要は不法侵入だ。何を調べ。その前に聞かせろ。増田はこちらの質問を遮り、ハンドルを握る手首を指さした。それ痛むか。手首についた印を目ざとく見つけたようだ。ああ、たまに。特に危険な目に遭うときには。ふん、なるほどな。真下は納得した様子でシートに体重を預けた。調べてたのは行方不明者だ。そして唐突に質問に答え始めた。
失踪者数失踪者数複数名の足取り調査であの学校が浮かんだ。いずれも失踪前に何らかの形で H 小学校に関わっていた。教職員、出入りの業者、母体の学校法人関係者、生徒とその父兄、そいつらを探してた。だとしたら、後部座席から萌えの声が聞こえた。その人たち、なんですか？あそこにあった死体は。普段と比べると正気がない。やはり何かあったのだろうか。例えば、印が。真下は答えようとしなかった。無論という返答だったのか、子供を相手にしたくなかったのか。しかし、今の真下の話には引っかかるところがあった。そこまではっきりした疑いがあったのなら、もちろん上に上げた。そしたらこれだこれ。真下は先回りして答え、手刀で首筋をトントンと叩いた。首か。部下へのセクハラだったかな、懲戒自由は。あの学校の校長、政治家に顔の利くやり手でな。何か痛いところをついちまった、探っちまったんだろう。そんなつもりさらさらなかったんだかな。確かにあんな地下室がある学校だ。行方不明者の捜査線上に浮かんでも何もおかしくはない。確かに常識ではその通りだ。だがそれはあくまで聖者の世界の話。怪異はその事件に関係しているのか。嫌な沈黙が流れた。そういう意味で言えば、これはもはや事件ですらない。真下は深いため息をついた。誰が信じる？あの学校には化け物がいて、人間たちを殺してる、なんて話を。こいつはもう個人的な問題なんだ。世間から隔絶された俺たちのな。そう言って真下は手首をめくってみせた。現れたのはあの見慣れた印だった。ああ、やられてたのか。ああ、その手首を見てすぐ感づいたよ。こいつが問題なんだろうってな。つまり一蓮托生ってことだ。勘のいい男だ。帰ったら相談してみるといい。九条館には詳しい人と言いかけて躊躇した。まだ触れないでおこう。とにかく帰ったら話を聞いてみればいい。うん。これ今の「うん」は萌えか。なんかね、人のあれが出てこないから誰がどのセリフか分かんない時がある。真下さんもきっと助けてもらえると思います。が、真下は萌えの言葉を鼻先で笑い飛ばした。助けてもらえるか、舐められたもんだな。おい、車から降りるとガレージで出迎えてくれる者がいた。おかえりなさい、おじさんに。萌さん、無事で何よりです。会議について何か手がかりは？なんだ、まだ他にもいたのか。これで全員だ。そうか、頼もしい仲間だな。真下は皮肉に唇を歪めた。で、貴様らはこれからもその鍵とやらの調査を続ける気か？他に手がかりがないんだ。仕方ないだろう。意味がわからんな。もし仮に印とやらが原因が怪異だとするなら、原因を排除するのが最善だ。そう思わないか？どういう意味だ？
怪異は存在するならぶっ殺しちまえばいいんだよ。それ本気で言ってる？無論本気だろう。冗談を言う手合いには見えない。仮に倒せたとして、それで印が消えるのだろうか。メリーの話を思い出す限り、とてもそうとは思えない。だが、たとえ仮にそうだったとして、もっと根本的な問題がある。どうやって殺すつもりだ？方法はこれから調査する。だが、存在するものは当然消滅させることもできるはずだ。方法はわからないくせに、怪異は倒せるという。真下の確信はどこから来るのだろう。忘れるな、俺は一度あいつと対峙しているんだよ。とはいえ、もし本気で殺すのなら。真下は手首を握りしめた。あいつ、遠くからトゲみたいなものを飛ばしてきやがった。コンクリの壁に突き刺さるぐらいだ。とてもじゃないか近づけない。まずはそいつをどうにかしないとな。真下は革靴のかかとから何か引き抜き、こちらに投げた。それは牙のように反り返った植物のトゲだった。俺が生きてるのは単に運が良かっただけだ。次はない。対策を立てないとな。はい、ではここら辺でもう大体30分経ったかな。大体いい時間になってきたので、ここで終わりたいと思います。果たしてこの真下が言うように怪異は倒せるのか、果たしてそれはどういう方法なのか。でもあと数時間でなんか命がなくなってしまうので、この後どうなっていくのでしょうか。楽しみになってきましたね。では、ここで今回は終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。